こんにちは。今日はですね、久しぶりに DJI ポケット2の話題で行ってみたいと思います。これ系の小型ジンバルカメラ、私もいっぱい持ってるんですけど、やっぱり画質とか使い勝手とか、トータル性能を考えると結構これがねお気に入りの1台になっています。で、1年弱使ってたんですけど、買った時ですね、最初からこのジンバルの付け根がねちょっとガタがあったんですよね。オズモポケットにはそういうのなかったんで、気にはなってはいたんですけど、特に映像に影響がなかったのでね、そのまま使ってました。で、DJI ケアリフレッシュっていう保険に入っているので、点検というか修理というか一旦ね出してみました。したところ傷傷だった私のポケット2が新品になってね帰ってきました。新品なのか、整備品なのかちょっとわかんないんですけど、すごい綺麗になってね帰ってきました。で、当然のことながら設定とかも全てリセットされてしまうので、今回ねまた新しく設定し直そうと思うんですけど、最近新しい白色のポケット2がね発売されたりとか、オズモポケットとかポケット2とかね購入されている方も結構いらっしゃると思いますので、どんな設定にしたらいいのか、その設定のいろいろ設定項目があるので、その設定の違いでどんな違いが出るのかとかいうのを簡単にね説明しながら設定 していこうと思いますので、ぜひ一緒にやってみませんか。じゃあね早速この画面を見ながらやってみましょう。でまず立ち上げなんですけど、この横のボタンでもいいですし、この手前のこのボタンでも立ち上げることができます。でこっちで立ち上げるとセルフィーモードで立ち上がります。こっちの機能ボタンで立ち上げるとですね、最初から相手を撮る向こう向きのモードで立ち上がります。で最初言語でしょうかね、言語は上からこうスワイプしてギアのマークを出してこれをタップして、で一旦右から左にスワイプしてこのモアっていう中に一番上に言語が入っています。でここで日本語に設定してやればやりやすいでしょうかね。でこれ画面の上からスワイプ、下からスワイプ、左からスワイプ、右からスワイプって全部スワイプできるようになっていて、それぞれ設定項目とかいろいろな機能が割り振られています。でまずじゃあ上から見ていきましょうか。上からスワイプすると、ここに下に点々がいっぱいあるんですが、これだけページがあります。でまずこの、一番左のこの点に割り振られているものは、これ今プラスってなってますけど、これ何かっていうと、もう一個押すとスライダーになるんですね。ここの右のこの画面のちょっと見にくいんですけど、今白くなりましたけど、スライダーが画面の中に設置されていて、これをズームにするのか、それともジンバルのこう上下にするのかを割り振るボタンになっています。私は基本的にはチルトといって、こうジンバルを上下手動で動かすボタンを割り振っています。こんな感じですね。でこのギアの中なんですけど、ここにもいろいろ設定があって、とりあえずですけど、画面全画面表示っていうのは、全画面とこの全画面オンとオフとあるんですけど、横長に中にちっちゃいんですけど横長で映ってるものを全部映すモードと、あとは全画面使うんですけど、実際映ってるのはもっと右とか左に映っていて、そこが映らないので、端っこがどこまで映ってるのかちょっと見にくいモードとあるんだけど、ちょっと大きく映るというモードがあります。これお好みでいいと思います。で、ストレージ、セルフィーの時の、これオンにすると自撮りモードの時に自分の顔を自動的にトラッキングといって追っかけてくれるんですけど、他のものを写したい時とかにちょっと不便なので、私は基本的にはオフにしています。で、アクセサリーは、アクセサリーが搭載されている、接続されていると、今、白くなってますね。で、これ防水ケース使う方もいると思うんですけど、防水ケース使う時はここでオンにします。そうすると、その防水ケース専用のモードに入ります。で、このギアの中のさらに右から左にスワイプするとこういうのが出てくるんですけど、キャリブレーションで、これ操作音をするかしないかですね。ピーっていう音。で、ちらつき防止。これはLED ライトとかがピカピカしちゃうのを防ぐものですね。そのぐらいでしょうかね。で、もう一回こうスワイプして、今度右から左にスワイプすると、この顔のマーク出るんですけど、これは美顔モードです。で、これクオリティってなってるんですけど、画質をより良く撮るかそうじゃないかっていうモードで、
まあ、より良くすると若干バッテリーの減りが早くなりますよみたいな画面出ますけど、まあ、いつも私はこの良い方にしています。でこれがですね、プロモードに入るか入らないかの選択になります。今中が黒いのでこれオフになってるんですけど、押すとプロモードオンになります。プロモードオンの時はこの状態です。でそうするとですね、さっきまでなかったここにプロっていう字が出てきます。これです、これですね、はい、そうするとこのプロモードの中で設定できる項目がいっぱい出てきます。で露出、まあ、シャッター速度とか ISO を決めることができるんですけど、まあ、ND フィルターとか使わないと ISO、シャッター速度を固定するのなかなか難しいので、まあ、オートでいいかとは思うんですけど、ISO だけは MAX800 とかにしといた方が私はちょっとおすすめですね。あんまり高くなっちゃうと、まあ、暗いところには弱くなるんですけど、すごいノイズが出るので、まあ、大体私は MAX800 ぐらいでしょうかね。オートの MAX800 とか、まあ、よっぽど暗いところは1600とかですけど、800でもね、かなり映ります。で、あとは、このカラーっていうのがあるんですけど、これ標準は写真みたいな色で映るんですけど、この DC ライクっていう方にすると、ちょっとコントラストの飛んだような映像になるんですけど、後で編集の時に、まあ、色をつけたりとか明るさを調整したりとかしやすいので、私は基本的にこっちでやっています。より映画っぽい映像がね撮れます。でホワイトバランスはまあ、変更できるんですけど、まあオートでとりあえずいいんじゃないでしょうか。オートフォーカスは連続かシングルってあるんですけど、まあ、動画なので基本的には連続でいいんじゃないかと思います。でこっちは音に関してなんですけど、まあ、マイクがポケット2はマイクがかなり良くなったので、どのマイク全方向の音を拾うのか、4箇所マイクがあるので、まあ、前後だけ拾うのか、それから前だけ拾うのかとかね選べます。これも基本的には私は全方向でやってます。で音量もオートで、でこの風ノイズ低減っていうのは、まあ、風が吹くところで使うとこのマイクでボソ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 音が入っちゃうんですけど、まあ、それをオンにすると、まあ、低減してくれるというモードです。私はオンにして使っています。プロモードの中にある設定としてはそんな感じでしょうか。で次に下からスワイプするとまたこういうの出てくるんですけど、この左上のこのボタンはこれを押すとジンバルがまあ荒の方向を向いてる時に正面に向けるという、 ここを2回押しても同じです。でこれがですね、セルフィーモードとの切り替えです。まあ、ここを3回押すのと同じ効果ですが得られます。でここはジンバルのフォロースピードの変更です。高速と低速とあるんですけど、まあ、高速にすると結構手の動きに俊敏についてきちゃうので、なんて言うんだろう、映像の揺れが発生するんですけど、まあ基本的には低速の方が普通の使い方には向いてるんじゃないかなと思います。でこれがですね、ジンバルのフォローモードの変更になります。で基本的には3つモードがあります。今固定です。固定っていうのは上下は固定です。で左右だけついてきます。左右ジンバルを動かした時だけついてくるモードです。で FPV っていうのは上下左右斜め全部俊敏についてきます。まあ、アクションカメラ的な使い方するにはこれがいいかなと思います。でフォロー、これがまあ一番一般的だと思うんですけど、上下左右がゆっくりと向けた方についてくる、まあ、一番使いやすいかなと思います。これが下からスワイプして出てくる画面ですね。で次に、右から左にスワイプすると、まあ、写真とか動画とかストーリー、パノラマ、スローモーション、タイムラプス、今いろんな撮影モードがあるんですけど、まあ、今回ちょっと動画に限ってみたいと思うんですけど、動画の中でさらに右から左にスワイプすると解像度と FPS が選べるようになっています。で解像度は、まあ、1080p から 2.7K4K ってあるんですけど、まあ、これはお好みでいいと思うんですけど、当然 4K の方が綺麗に映ります。その代わりメモリーもたくさん食いますし、バッテリーも減りが早くなるし、あとパソコンに入れた時も 4K だと編集がねなかなかしづらい可能性があります。まあ、最近のパソコンなら大丈夫だと思いますけど、古いパソコンだと編集の時にねカクついたりすると思います。なんでまあここはご自分の環境に合わせてですけど、まあ、私は基本的には 4K で撮っています。でこの FPS っていうのは1秒間に何枚写真を撮って動画にするかっていうモードなんですけど、
私は24にしています。24っていうのは、まあ、ハリウッドの映画とか映画でよく使われる1秒間に24枚映像を撮っているモードになるんですけど、あの日本のテレビとかは30って言われてますね。まあ60とかもあるんですけど、あのこれは動画の編集の時にスローモーションにする時とかに使うモードに私はしています。まあ、あの激しい動きのものとかあのヌルヌル撮りたいっていう需要で 60fps 選ぶ人もいると思うんですけど、まあ、基本的には24か30でいいんじゃないかなと思います。で、このオズモポケットの時なかった機能なんですけど、この 4K24 でこの左下にちょっとねちっちゃく出てるのが見えると思いますけど、ここをタップすることでも同じように解像度と FPS が選べるようになっています。であとは左から右にスワイプすると今まで撮影してきた映像が見れます。でもう一回スワイプすると今度これをお気に入りにしたり削除するっていうことができるようになっています。まあ、ちょっと駆け足でいろいろ言いましたけど、まあ、映像に影響する部分としてさっき言った解像度とフレームレートですね、それからこのプロモードの中の露出ですね、ISO MAX、 オートでもまあいいと思うんですけど ISO MAX をまあ800とか1600ぐらいにしといた方があまりノイズが出ない、ザラザラしない綺麗な映像が撮れます。で、まあ、またゆくゆくあの ND フィルターを使ってマニュアル設定してどういう風に撮るかみたいなのもね、あの説明したいと思いますけど、今回はちょっとオートで簡単に済ませるにはオートでいっときたいと思います。あとは色はまあ標準 DC ライト、これもお好みなんですけど、編集前提でいろいろ映画みたいな絵にしたいとかっていうのであれば DC ライトでねいいと思います。であとはジンバルのこの動き速さですけど、まあ、高速より低速の方が私はおすすめです。でこのジンバルのフォローモード、動きのモードの設定は私はフォローにしています。上下左右こうついてくるというモードにしています。まあ、ちょっと簡単に撮影時のまあ注意点というかポイントなんですけど、わー綺麗とか言ってこういう風にすぐこうパンする、横方向にこう回してね、あー綺麗だなとかで撮ると思うんですけど、まあ、それも別にいいんですけど、それよりはせっかくジンバルが搭載されているのでこう何か対象物をですねこうぐるーってこれをこう撮り続けるようなこういう動きっていうのはなかなかジンバルがないとできないのでおすすめです。それとあとはこうジンバルでぐーってこう物に寄っていくとか離れていくとかそういうのもなかなかジンバルがないと難しい動きなので一度試してみてください。またあのジンバルどういう動きをさせると面白い絵が撮れるかっていうのもねいつか動画にしたいと思いますので、よかったらまたそっちもご覧ください。ということで今回は、まあ、最近購入された方のために最初にすると良い設定について簡単にお話ししました。質問などある方はぜひコメント欄に書き込んでください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。夏の間ガンガン使っていい絵を残しましょう。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。